2023年10月、心霊スポット動画の中にツチノコを見つけたと言い、スレを立てたイッチ。しかし、心霊スポットでイッチを待っていたのはツチノコではなく、身も凍るような恐ろしい体験だったのでした。10月の中頃、チャーミング白井ことイッチは、ツチノコの動画を見つけたと言い、スレを立てました。すると、スレに書き込むことしか楽しみが感じられない無趣味なスレミンたちが、早速イッチの書き込みに反応し、お約束のように、ツチノコなんているわけないだろう、と発言します。それに対し、イッチは、ツチノコはいると反論し、将来、ツチノコをたくさん飼うのが夢だ、と力説しました。そんなイッチを、スレミンたちはバカにしたように笑いましたが、あるスレミンは、イッチが女性なのか、ネカマなのかと判断しかねているようです。すると、イッチを知っているらしい、お三人たちが、イッチは女性であり、現役のキャバ嬢であることを他のスレミンたちに伝えました。すると、キャバ嬢という言葉にアイドル以上の憧れを持つスレミンは、なぜそのような方がこんなところに、と、イッチがスレを立てたことを不思議がっている様子。そんな中、ある冷静なスレミンが、イッチにツチノコが映っているという動画の URL を尋ねました。すると、イッチはすぐに動画のアドレスをスレに投稿します。その動画を見たスレミンたちは、画像も荒いし、ボケすぎてなんだかわからない、と困惑している様子。そんな中、前にも同じ動画を見たことがあるというスレミンが現れると、その場所は有名な心霊スポットだと発言しました。それを聞いたイッチは、ツチノコ以外に幽霊も出るんだと不思議がります。すると初めましてのスレミンたちはイッチのずれた発言に困惑しているようですが、イッチを知るスレミンたちは、これが白井だ、と、白井マウントを取り始める始末。そんな中、一人のスレミンが、そこはカップルが肝試しで、おかしな音や声を聞いた場所だ、と思い出したように言うと、別のスレミンも、その場所について、峠の途中にある廃工場だ、と説明しました。なんでもその廃工場では昔事故で腕を切断した作業員の腕が這いずり回っているという噂があり、 YouTube の動画はその腕が映ったのだと話題になったそうです。そしてその事故が起きたのは土曜日らしく、土曜日に限って怪現象が起きるとのこと。ところが、その話を聞いたイッチは、心霊スポットの噂なんて8割ぐらいはデマだ、と言い、動画に映っていたのはツチノコだと言い張ります。そんなイッチに対し、あるスレミンは、ツチノコは多分10割近くがデマだと諭し、別のスレミンは、まさか、廃工場に行くつもりか、と心配そうに尋ねました。すると、動画に映っているものは、ツチノコだと信じきっているイッチは、明日の夜に廃工場へ行くことに決めたと言います。そのイッチの行動力に、スレミンたちは驚き、行くならせめて昼間にしろ、と忠告します。しかも明日は土曜日らしく、あるスレミンはイッチに対し、
ツチノコに曜日は関係ないのに、なぜ土曜日に行くのか、と、もっともな意見を投げかけます。しかし、イッチはそれに対し、ツチノコのシフトが土曜日かもしれない、という、キャバ嬢ギャグかと疑いたくなるような、異次元級の答えを返しました。また、ツチノコが夜行性かもしれないとの理由で、夜に行くことを決意した模様。そんなイッチに、あるスレミンは、夜の心霊スポットは危険だ、と、あたり前田のクラッカー並みの意見を言い、また、誰か一緒に行ってやったら、と提案する。永遠の自宅警備日記もいる様子。すると、夜中のトイレはママについてきてもらっていた臆病なスレミンたちは、一緒に行くという役目を互いに押し付け合っているようで、親の遺言で、シンスポだけは行くなと言われている、という、独特な思考の親を持つスレミンもいるのでした。そんなスレミンたちに、イッチは、マサコが一緒に行ってくれるから大丈夫だ、と告げました。すると、スレミンたちは、新たな登場人物、マサコに対し、興味津々のようで、スレナイに、可愛い、や、いくつなの、と、下心がにじみ出るような質問が飛び交います。そんな欲望まみれのスレミンたちに対し、イッチは、マサコはイッチの友人であり、キャバ嬢の同僚だと説明しました。また、イッチ曰く、マサコの見た目は、ストレートの黒髪で、清楚な美人タイプだとのこと。すると、黒髪清楚美人というワードに、崇拝に近い憧れを持つ G 牛たちは、マサコに対する妄想を、巨大風船並みに膨らませます。しかし、そんなスレミンたちの妄想劇場にも惑わされない、良識的なスレミンが、女の子二人で、チンスポに行くのは危ないのでは、と、まともな意見をあげました。ところが、イッチはそれに対し、大丈夫だ、と、明るく答えると、マサコは、武道など色々合わせて、銃弾であることを明かします。そして、そのイッチの説明に、マサコファンらしきあるスレミンが、マサコは、空手二段、柔道二段、剣道二段、そろばん四段や、と、補足しました。すると、一番高い段位がソロバンであることを知ったスレミンたちは、ソロバンが光りすぎ、と困惑しつつも、マサコが強いことは納得したようです。ところが、あるスレミンが、お化けには武道なんか通用しない、と、当然ながら盲点をつく意見をぶちかましました。しかし、イッチは、マサコは人生で怖いと思ったことがない、と、マサコのメンタルは、鋼並みの強さであるとアピールし、チンスポに行っても心強いと説明します。ところが、それを聞いた、自分勝手な夢追い人ニキたちは、黒髪清楚のイメージから、だいぶ遠ざかった、や、Y の思ってたマサコちゃんと違う、と言い、マサコに抱いていた想像を崩されたことに、文句を言い始めました。しかし、そんな自己中なスレミンが多い中、気をつけていけよ、と言葉をかける、お袋の味のように優しいスレミンもいる模様。そして、イッチはそんなスレミンたちに、明日、ツチノコ探しの実況するから、楽しみにしてね、と言うと、その日は、スレから離れるのでした。次の日の夜遅く、イッチは再びスレに現れ、廃工場に向かってる、と書き込むと、今日こそ、ツチノコを見つけてやる、と、
スレミンたちに宣言しました。すると土曜の夜も家にこもっているスケジュール真っ白ニキたちが我先にと反応し始め、イッチたちの行く先である廃工場がどんな場所にあるのかと問いかけます。それに対しイッチは、周囲には寂れたコンビニが一軒あるだけで民家が全くないと答えました。なんでもイッチとマサコがコンビニに寄ったところ、店員がラーメンを食べていたくらい暇を持て余していたそうです。するとそのコンビニ店員に対し、適当すぎやちゃんと仕事しろと自身を顧みない無反省ニートニキたちがバカにしたようにほざき始めます。そんな中、イッチとマサコは廃工場に到着したようで、イッチは廃工場の外観は思っていたより大きく、古い鉄骨造りで3階建てだと説明しました。そして躊躇することなくマサコと2人で中に入っていった様子。するとイッチたちが新スポへ侵入することを単純に楽しんでいるスレミンが多い中、勝手に入っていいのか、いや下手すると不法侵入になるぞと神経質で気真面目なスレミンは不安を感じている模様。しかしイッチは廃工場のオーナーから許可をもらっているらしく、スレミンたちの不安は取り越し苦労だったようです。なんでも廃工場のオーナーは肝試しに来る者たちから料金を取り、さらに何が起きても責任は負わないという同意書まで書かせているとのこと。すると楽して儲けることばかり考えている金の匂いに敏感なスレミンたちは、新スポビジネスや英商売やといい、オーナーの知恵にすっかり感心してしまったようです。またあるスレミンは、イッチがどうやってオーナーを見つけたのかと不思議があります。その質問に対しイッチは、どうやら廃工場のオーナーはイッチたちが働くキャバクラの客だそうで、イッチやマサコも接客したことがあるとのこと。そしてイッチはその偶然に対し、土の子に呼ばれていると言い、運命を感じているようです。するとその話を聞いたスレミンたちは、キャバクラに通うオーナーに嫉妬の炎を燃やし、つい先ほどまでビジネス手腕を褒めていた口で手のひらを返すようにオーナーを罵り始めます。そして見たこともないオーナーを勝手に油切ったハゲのデブ親父だと決めつける始末。さらに金儲けのためにわざと幽霊の噂を流した可能性もあると廃工場のオーナーの陰謀説まで唱え始めるスレミンまで現れました。そんなスレミンたちにイッチは、オーナーはハゲでもデブでもないと最初はオーナーをかばうような説明をしたものの、何を思い出したのか突然、あいつはゲスでクズだから幽霊の噂ぐらい流しそうだと言い、陰謀説に賛同し始めた模様。するとスレミンたちはイッチが言ったゲスでクズという強烈なワードにオーナーに対して若干引き気味のようです。さらにあるスレミンはオーナーのことを、金儲けのためなら何でもするタイプと切り捨てました。しかしイッチ曰く、オーナーは幽霊の噂のせいで土地を売りにくくなったと嘆いていたらしく、
どうやら噂を流した本人ではなさそうとのこと。そんなことを話しつつも、イチたちは廃工場の中に入ったようで、1階は工場だった場所らしく、広い倉庫のようだとスレミンたちに内部の説明を始めます。するとあるスレミンが、確かハッペルはそこで変な音を聞いたはずだと言い、また別のスレミンが、 YouTube の動画はどこで撮られたんだと尋ねました。その質問にイッチは2階の元更衣室だと答え、どうやらイッチたちは今からそちらに向かうようです。すると暇すぎる日常に新たなスリルを求めているスレミンたちは、腕だけ張ってるなんて怖すぎる、や怖すぎて老け込みそうやと怯えつつも、イッチの行動に目が離せない様子。そんな中、イッチはすでに2階に到着していたようで、更衣室の中をくまなく探し求めたそうですが、ツチノコは見つからなかったと報告します。するとスレミンたちは、普通に新スポ探検してるつもりだったと言い、イッチの報告を聞くまですっかりツチノコのことは忘れていた様子。そんな中、突然タリアッテーレマサコとコテハンをつけたマサコがスレに現れると、なんか音が聞こえると発言しました。それに対し一部のコアなマサコファンは喜びの声を上げましたが、それ以外のスレミンは一斉に悲鳴を上げ、マサコに対し驚かすのはやめろと抗議します。ところがマサコだけでなく、イッチも3階から這うような音が聞こえると言い始め、さらに1階の工場からもガタガタと物音がするとスレミンたちに伝えました。それを聞いたスレミンたちは、怖すぎやろ、いや、やっぱりガチの新スポだと怯え始め、イッチたちに逃げるように促します。ところがイッチは、3階で張ってるのは絶対にツチノコだと興奮したように喜びの声を上げると、今にも走り出しそうな様子。そんなイッチのことを、普段は人のことなどどうでもいいスレミンたちも、さすがに危ないだろうと引き止め、マサコにもイッチを止めるよう頼みます。ところがスレミンたちの心配も虚しく、イッチはすでに3階への階段を登ってしまったらしく、どうやらここは従業員の寮だったみたいだとスレに書き込みました。そしてイッチ曰く、暗くてよく見えないが、奥の方まで廊下が続いていて、その両側に部屋のドアが並んでいるとのこと。しかしドアには鍵がかかっていて、中には入れないそうです。すると一人のスレミンが、イッチたちが聞いた這う音はツチノコ以外の動物の仕業ではないかと意見を出しましたが、別のスレミンが、イッチは聞かないだろうと諦めたように切り捨てます。そんな中、他のスレミンが、イッチはツチノコに夢中すぎて恐怖心がバグっているようだが、マサコは怖くないのかと尋ねました。ところがその質問にマサコは、何がと答え、スレミンたちの心配は全く伝わっていない様子。そんなそっけないマサコの返事にスレミンたちは、聞いた自分たちが悪かったとがっくりと肩を落とします。すると
スレミンたちがマサコの言葉に脱力している中、イッチは3階でもツチノコを見つけられなかったと残念そうに書き込みましたが、すぐに気分を持ち直すと、今度は廃工場の1階でツチノコ探しを継続するようです。そんなイッチの楽観的な様子に、スレの大部分を占める万年ネガティブニキたちは、どうやったらそこまで前向きになれるのだと半数は呆れ、残り半数は逆に憧れを抱いている様子。ところがそんな中、イチたちからの連絡が突然途絶えてしまい、スレ内には何かあったのかと心配の声と動揺が広がり始めます。しかしその数分後、イッチは大変だったっちと言いながらスレに戻ってきました。すると幽霊の出現を期待していた普段オカイタに生息しているムーアイ強めニキたちが、どんな幽霊が出たのかと興奮気味にイッチに問いかけます。しかしイッチは幽霊なんか出ていないと答えると、続きを説明し始めました。なんでもイッチたちが1階に戻ったところ、一人の男性がいて、イッチたちが隠れて見ていた目の前でマネキンの腕を引きずるのを撮影していたとのこと。そしてイッチたちに気づいたその男は驚いて逃げようとしたらしいのですが、マサコが難なく捕まえたそうです。その説明を聞いたスレミンたちはその男に対し一斉に呆れた声を上げ始めます。また幽霊が出たわけじゃないのかとがっかりするスレミンや、男を捕まえたマサコの強さにフォーリンラブなスレミンもいる様子。そんな混乱するスレの中で、ある冷静なスレミンが、男は一体何者なのかと尋ねました。その質問にイッチは、この人は先ほど寄ったコンビニの店員だと答え、そしてイッチが言うには、マサコがその店員に問い詰めたところ、驚くことに YouTube の動画は自分が捏造したものだと白状したそうです。なんでも経営の苦しかったコンビニの客足を増やすために、廃工場を心霊スポットとして有名にしようと目論んでいたとか。それを聞いたスレミンたちは、幽霊なんているわけないしなと斜に構えつつも、がっかりはしている様子。また心に闇を抱えるスレミンは、それで客増えると思ってるのが笑えるわ、いや、こんなやつ警察に突き出してやれと言い、堂々と他人を責めることができる状況に喜びをあらわにするのでした。そんな薄汚れた気持ちのスレミンたちとは対照的に、イッチはコンビニ店員は反省していると言い、どうやら許してあげようと思っているようです。しかし普段外では言いたいことを口に出せない陰キャを極めたスレミンたちは、日頃の鬱憤を晴らすかのように正論を並び立て、弱い相手を攻め続けるという暗い喜びに浸りきっている様子。ところがそんなスレミンたちにマサコが苛立ちを感じたのか、黙れと書き込みました。すると強者にはネズミ男並みに頭を下げるスレミンたちは、もうしません、いや許してくださいと波が引くように謝り始めます。そんな中イッチは、今の騒動でツチノコも逃げたかもしれないから帰ると残念そうに愚痴をこぼしました。
それを聞いたスレミンたちは、動画が捏造だったと分かったのにもかかわらず、まだツチノコの存在を信じている様子のイッチに困惑し、どうやら幽霊よりもイッチに対し恐怖を感じ始めたようです。そしてその数分後、イッチたちはコンビニまで戻ってきたようなのですが、コンビニ店員は戻るなりカップラーメンを食べ始めたらしく、イッチはスレミンたちに、頭もカップラーメンみたいにもじゃもじゃでラーメン好きすぎてウケると伝えました。それを聞いたスレミンたちは、おそ松くんに出てくるラーメン大好き小池さんだと言い、コンビニ店員に小池とあだ名をつけたようです。そしてイッチは小池という呼び名にぴったりだと言うと、スレミンたちに小池について話し始めました。なんでも小池は事故で亡くなった父親からこのコンビニを店長として引き継いだそうで、経営難から夜中は一人で店番をしているそうです。するとそんな小池の苦労話を聞いた自分たちより不幸なものには優しくできるスレミンたちは、さっきは攻めすぎた、いや毎日夜勤だとラーメンも食べたくなるようなと上から目線で小池に同情し始めます。そんな中、イッチは小池の食べるラーメンに刺激されたのか、お腹が空いたからラーメン食べに行くと言い、この日はスレから離れることにしたようです。そしてスレミンたちもイッチたちが心霊動画の捏造を暴いたことでこのスレは終了したと思ったのか、イッチに対しお疲れやよくやったとねぎらいの言葉をかけるとスレから去っていくのでした。ところがその一週間後の土曜日の夜、イッチは再びスレに現れるとスレミンたちに、今日も廃工場にツチノコを探しに行くと告げます。それを聞いたスレミンたちは、動画は小池の捏造だったんだろうと言い、イッチが廃工場に行く理由がわからず理解に苦しんでいる様子。どうやらイッチは前回廃工場を訪れた時に聞いた何かが張っていた音をすっかりツチノコだと信じきっているようで、今日こそ捕まえてやると決意しているようです。そんな前のめりなイッチのことを、あるスレミンはさすがにポジティブすぎないかと呆れ返り、また金はないが良識だけはある別のスレミンは、今度こそ危ない目に遭うかもしれないとイッチを必死で引き止めます。ところがイッチはもう廃工場の前まで来てるとあっけらかんとした調子でスレに書き込みました。そんな能天気を絵に描いたようなイッチに、あるスレミンは行動力が鬼かよと唖然とし、また別のスレミンはまさかも一緒なんだろうなと心配そうに問いかけます。しかしイッチはそれに対し、まさこはキャバの仕事で来れないと返し、驚くことに小池についてきてもらったと説明しました。なんでもイッチ曰く、小池に来ないと動画のことバラすと言ったところ、はじめは嫌がっていたようですが、小池は心よく同行してくれたとのこと。それを聞いたあるスレミンからは、それは頼んだのではなく脅したのだとツッコミが入り、他のスレミンも無理やりに連れてこられた小池に同情しているようです。また
小池がイッチと二人きりになることを羨ましがるスレミンや、イッチに対し、女と二人になったら男はろくなこと考えないと注意を促す。自分のことが見えていないミキもいる模様。そんなスレミンたちの心配をよそに、イッチは音を聞いた3階から探索すると言うと、どうやら廃工場の階段を登り始めたようです。そしてスレミンたちはそんなイッチに、普通にドキドキするや土の子探しというよりもただの新スポ探検だと言い、緊張しながら注目している様子。そんな中、突然あるスレミンが、小池が以前公開していた捏造動画には奇妙なことがあると言い始めました。なんでも動画の音声を最大にしたところ、返して返してというかすかな声が聞こえるというのです。そして動画を見直してみたという別のスレミンも、やはりその声が聞こえるといい、スレ内には恐怖が広がっていきます。ところがイッチはツチノコに夢中になるあまり、スレの様子に気づいていないのか、這うような音が聞こえたと書き込むと、廃工場の3階へと向かっていくのでした。そんなイッチにスレミンたちは注意を促しますが、土の子しか頭にないイッチはやはり気づいてない様子。そしてスレミンたちの必死の問いかけにもイッチからの連絡はなく、スレ内にはイッチを心配する書き込みが続きます。ところが1時間ほど経った頃、イッチは突然スレに戻ってくると、怖いことが起きたと言い、動揺した様子でスレミンたちに何があったかを伝え始めました。なんでもイッチたちが3階で土の子を探そうとしたところ、廊下の一番奥の部屋の扉が音を立てながらゆっくりと開き、部屋から黒い人影が這い出るとイッチの方へ向かってきたそうです。またその人影はかすれた声で、返してと言っていたとのこと。それを見たイッチはさすがに怖くなり、逃げようと後ろを振り返ったところ、どういうわけか小池がいなくなっていたそうです。そんなイッチの恐怖体験に、怖い話を聞くのは好きだが実際に体験はしたくない腰抜けニキたちは、イッチが耳にした返してという声が小池の捏造動画に入っていた声と同じことに気づき、ガチ心霊現象やないかと震え上がっている様子。またあるスレミンは、まさか小池は幽霊に連れて行かれたのかと言い、イッチに無理やり廃工場に連れてこられた小池を心配しているようです。ところがイッチが言うには、小池はイッチのことを置き去りにして先に逃げてしまっていたとのこと。しかも小池が神隠しにでもあったのかと心配しながら、イッチがコンビニに戻ってみると、小池はのんきにラーメンをすすっていたらしく、細かいことは気にしないイッチもそれを見たときはさすがに腹を立てたようです。その話を聞いたスレミンたちは、いくら怖かったからって新スポに女の子を置き去りにするとはと小池の行動を批判します。またイッチの心配もせずラーメンを食べていたことにも怒りを覚えたようです。しかしイッチは小池が素直に謝罪した上に、イッチの好物をコンビニに入荷すると約束したため許すことにしたとのこと。
しかし心の狭いスレミンたちはイッチが小池を簡単に許したことに納得せず、小池がイッチを狙っていると決めつけます。ところがイッチは小池に美味しい日本酒を頼んだと言い、スレミンたちの心配など全く気にしていないようです。しかも小池から今度は土の子のいそうなところに連れて行ってあげると誘われたと言い、嬉しそうにするのでした。そんないきなり積極的になった小池に、スレミンたちの警戒心もピークに達したようで、小池のくせに許せないや、とうとう本性を表しやがったと言い、イッチに目を覚ますようにと忠告します。ところがそんな小池排除に燃え上がるスレの中、周りに流されなかった一人のスレミンが、小池よりもイッチが見た黒い影の方がヤバいのではないかと、先ほどのイッチの恐怖体験に話を戻し、イッチに対し、廃工場にはもう近づかない方がいいのではと言いました。するとイッチ自身も本当に怖かったとスレミンの言葉に同意し、あの黒い影は何だったのかとスレミンたちに疑問を投げかけます。それに対しスレミンたちは、きっと事故で腕を落とした作業員の幽霊ではないかと考えたようです。しかしイッチは、人影には両腕があったと反論しました。するとあるスレミンが、イッチと小池が恐怖のあまり幻覚を見たのではと推測しましたが、別のスレミンが、イッチは土の子探しに夢中で恐怖を感じていなかったはずだと異議を唱えます。そんな中、執念深く荒探しをするのが好きなスレミンが、その廃工場で作業員が腕を落とした事故なんてなかったと今までの前提を覆すような情報をぶち込んできました。さらにそのスレミンが調べたところ、廃工場では過去に3階の寮内でガス漏れ事故があったらしく、作業員が一人亡くなっているというのです。その話を聞いたスレミンたちは、完全にそれやないかと言い、イッチの見た黒い人影はガスを吸った苦しさのせいで部屋から這い出てきた作業員の幽霊であると話が落ち着いていきます。そしてイッチもその話にショックを受けたようで、自分が幽霊を見てしまったことに今更ながら恐怖を感じている様子、そして這ってる音は土の子ではなかったことにやっと納得がいったらしく、すっかり騙されたと肩を落とします。そんなイッチにスレミンたちは、今頃わかったのかと言葉を失い呆れているようです。ところがそんな中、あるスレミンが、なぜ幽霊が返してと言ったのかと疑問を投げかけました。そしてイッチも、ガス漏れなら苦しいと言いそうだと不思議があります。しかしどのスレミンも、幽霊の言った返してという言葉の意味に見当がつかない様子。ところがあるスレミンが、俺の人生を返してってことかもしれないと、いい加減なスレにはそぐわない哲学的なことを言い出しました。するとイッチもそのスレミンの意見が心に響いたらしく、ガス漏れ事故なんかで亡くなったのが悔しかったのだろうと言います。そして右へ習いが得意なスレミンたちも、
若い作業員だったのかもな、と言い、幽霊の言った返してが人生を返してだとすっかり思い込んでる様子。またその言葉を自分の人生に重ねてしまっている苦労人2期もいるようです。そんな中、イッチの LINE にマサコから連絡があったようで、なぜかマサコはイッチにすぐに家に帰るよう促しているとのこと。それに加え、夜中の恐怖体験にすっかり疲れてしまったイッチは、小池にお酒をもらったらまた報告すると言い残してスレから離れるのでした。すると、イッチがいなくなったスレの中で、スレ民たちは一度も会ったことのない小池に対する悪口大会を開催した模様。そして捏造動画を作った小池を信用できないやつだという話から、なぜか小池の作った動画のクオリティが悪いという話になり、自分だったらもっといい心霊動画を捏造できると言い出す底辺 YouTuber2 期もいる始末。さらに1週間前に小池が廃工場に行ったのは、単にコンビニに来たイッチとマサコを見て仲良くなりたいと思ったからであり、小池はわざと動画を撮っているふりをしたのではないかと、粉そばりの推理を披露する小五郎二期も現れ、スレナイは小池をイッチから引き離したい自己中なスレミンたちの勝手な書き込みで溢れていくのでした。ところがその数日後、あるスレミンが廃工場で人が倒れていたことをニュースで見たと報告します。その書き込みに気づいたイッチも、どういうことと聞きつつ慌ててスレに現れます。するとマサコもスレに現れ、ニュースの一部分をコピペして投稿しました。それを見たスレミンたちは、イッチが廃工場の3階で見た黒い人影はその男性だったのではと考え、イッチが幽霊を見たのではなかったことにほっとしながらも少しがっかりしている様子。そしてイッチは幽霊だと思ってその男性を置き去りにしたことに罪悪感を感じているようです。しかしあるスレミンは、あの状況では誰でも逃げるとイッチを慰めます。またあるスレミンが、廃工場のオーナーがタイミングよく訪れたことで男性が死なずに済んでよかったと言ったことで、にちゃんスレには珍しい温かな空気が流れました。ところがそんなほんわかとしたスレの雰囲気は、マサコがオーナーが廃工場に行ったのは白井に迫ろうと思ったからだと言ったことで一変してしまいます。なんでもオーナーはキャバクラで、新スポで怖がる女を落とすのは簡単だと言っていたらしく、オーナーのゲスカツクズっぷりがマサコの垂れ込みで浮き彫りになりました。そんな話を聞いたスレミンたちは、金を持ったエロ親父に対し怒りを爆発させ、廃工場のオーナーをゲスクズと呼ぶと、破産しやがれや廃工場と共に滅びればいいのにと思いつく限りの悪口をわめき立てます。しかしマサコが落ち着けハグぞとスレミンたちを一喝すると、スレナイは一瞬で落ち着きを取り戻した様子。すると混乱状態でも冷静さを失わなかったあるスレミンが、倒れていた男はどうして廃工場に行ったのかとスレの話題を元に戻しました。また
別のスレミンも倒れていた男性が小池の捏造動画に入っていた声と同じ返してという言葉を発していたことに対し不思議に思っているようですが、他のスレミンたちも明確な答えは浮かばないようで、スレ内の意見は堂々巡りになっていきます。そんな手詰まりの中、イッチがオーナーに聞いてみようかと提案しました。すると、イッチを狙っているオーナーに聞くのは危険ではないかと考えたスレミンたちはイッチのことを引き止めますが、他に手がないことに困っている様子。そんなスレミンたちの心配をよそに、イッチは大丈夫だと告げ、自分に任せるように言うと、その日はスレを離れていくのでした。その次の日の夜、新事実が分かったと言いながら、スレに戻ったイッチは、廃工場で倒れていた人について話し始めます。何でも、イッチがオーナーに聞いた話によると、イッチとマサコが最初に廃工場に行った日に、やはり男性も廃工場に来ていたそうで、オーナーは、イッチと男性が同じ日に廃工場に入る予約をしてたことを、どうやら忘れていたとのこと。また、その男性は、新スポ巡りが趣味らしく、イッチたちよりも先に廃工場に到着していたそうです。ところが、3階を探索中に、コンタクトレンズを落としてしまい、探していたところ、イッチたちが3階へ階段を登ってくる足音に驚き、とっさに鍵が開いていた一番奥の部屋に隠れたのだとか。すると、なぜかドアが開かなくなり、恐ろしいことに、1週間も部屋の中に閉じ込められてしまったのだそうです。その話を聞いたスレミンたちは、その男性について、ついてないやつだ、や、1週間飲まず食わずか、と気の毒がっている様子。また、一人のスレミンは、イッチたちが聞いたハウ音は、その男性がコンタクトレンズを探す音だったのでは、と考察するのでした。そして、イッチと小池が廃工場の3階で見た黒い人影も、やはりその男性だったらしいのですが、男性は1週間閉じ込められていたことから、意識が朦朧としていたため、その時の記憶がなく、返してといったことも覚えてないそうです。その話を聞いたスレミンたちも、返しての謎が解けなかったことで、すっきりしない様子。また、イッチの空耳だったのでは、と言い出すスレミンまでいる始末。しかし、イッチは、絶対に空耳ではないと反論し、廃工場にはまだ何か秘密があり、オーナーはそれを隠していると考えているようです。そして、スレミンたちも廃工場には何かあると感じているようで、ガス漏れ事故以外にも亡くなった人がいるのではという意見も出始めます。そんな中、あるスレミンが、工場が潰れてからの事件だと、工場名で検索しても、ニュースの記事が出てこないのでは、と発言しました。それを聞いたイッチは、国内に廃工場はたくさんあるため、調べるのは難しいと思ったようです。しかし、年中ネットの中で生活している、モニターが全世界に来たちは、所在地や規模で絞っていけば、なんとかなるかもしれない、と言い、ここぞとばかりに、普段は役に立たない、ニッチな才能を披露します。そして、すぐに一人のスレミンが、もしかして、
これではないかと1年ほど前のニュース記事を探し出し、スレに投稿しました。その記事の内容は、ある閉鎖された会社寮内で男性の遺体が発見され、その遺体には数人から暴行された跡があったが、その犯人たちは見つかっていないというものでした。そして驚くことに、その被害者は近所にあるコンビニの店長で、コンビニからは売り上げの入った金庫が盗まれていたとのこと。また記事によると、店長は強盗に襲われた挙句、廃工場の寮の部屋に閉じ込められてしまい、衰弱死してしまったそうです。さらに店長は土曜日の夜から行方がわからなくなっていたらしく、犯行はその日に行われた可能性が高いとのこと。それを見たスレミンたちは、被害者である男性はコンビニ店長の小池ではないかと言います。そしてイッチは、小池の父親が亡くなっていることと、廃工場の近くには小池のコンビニしかないことから、被害に遭ったコンビニ店長は小池の父親であると考えたようです。その話を聞いたスレミンたちは、廃工場で新スポ巡りしていた男性が小池の父親と同じ目に遭ったことに不気味さを感じているようで、もしかしたら男性を部屋に閉じ込めたのは小池の父親の幽霊の仕業ではないかと考え始めた様子。そんな中、あるスレミンから返してという声は、金庫を返せという訴えだったのではないかという意見が出て、スレ内には恐怖の悲鳴が響き渡りました。しかしイッチは、もしそうだとしたら悲しい話だと、小池と小池の父親に同情している様子。そして明日コンビニには行くようですが、父親の話は聞きづらいと思っているようです。それを聞いたスレミンたちは、いつの間に LINE 交換したのだと憤りますが、イッチと同様に小池の身の上については気の毒に思っている様子。またあるスレミンは、小池が廃工場で黒い人影が張ってきたのを見たとき、自分の父親だとは思わなかったのかと疑問に思っているようです。また別のスレミンも、その話をなぜイッチにしなかったのかと不思議がっている模様。その疑問にイッチは、さすがに幽霊が自分の父親だとは言いにくかったからではと答え、明日小池にそれとなく聞いてみると言うと、一旦スレから離れていくのでした。そして2日後、イッチはスレに現れると、小池のところに行ってきたと言いました。ところが小池に父親について尋ねたところ、父親は交通事故で亡くなったと言い張ったらしく、イッチはそれ以上は聞けなかったとスレミンたちに話します。しかしそんな風に小池に気を使いながらも、イッチは日本酒だけはちゃっかりいただいてきたらしく、結構いい地酒と言い喜んでいる様子。そしてスレミンたちに、小池はいつものように同じカップラーメンを食べていたと話しました。するとスレナイは小池に同情するスレミンと、イッチを小池に近づけたくないイッチ愛ガチ勢のスレミンとで意見が交錯しているようです。そんな中、一人のスレミンが、小池がいつも食べているカップラーメンに興味を持ったらしく、
何の種類を食べていたのかとイッチに尋ねます。すると小池が食べていたのはキング麺のまったり豆乳コーン麻婆味噌山椒入りという珍しい種類のカップ麺だったらしく、イッチの記憶に残っていたようです。それを聞いたスレミンたちは、小池の食べていたカップラーメンのマイナーさに、小池はゲテモノ好きか、とバカにしたように笑うのでした。そんな中、あるラーメン好きのスレミンが、そのカップ麺は半年以上前に販売中止されたはず、と首をかしげます。しかし、他のスレミンたちが、賞味期限切れの在庫だろうと言ったことで、そんな疑問も秒で解決してしまったようです。そんな中、イッチは廃工場で亡くなったと思われる小池の父親に花を供えに行くとスレミンたちに告げました。すると新スポの実況はもうゴリゴリの腰抜けニキたちは、イッチに行くなら昼間に雅子と一緒に行け、と助言します。そして、イッチは素直に、雅子も誘ってみる、と答えると、スレから去っていきました。そして、イッチの去った後、スレ内では、花は食えないのに高い、や、もらっても困る、などと、花をもらったことも送ったこともない、身も心も枯れているスレミンたちのどうでもいい意見が続きます。そしてツチノコ探しで始まったこのスレもこのまま収束していくのかと思われました。ところが次の日の夜、イッチはマサコと一緒に廃工場に花を供えに行ってきたと言い、スレに登場しましたが、何かが変だと混乱している様子で話し始めます。そしてイッチが言うには、小池のコンビニに寄ったところ、店員のおばさんがおり、おばさんは小池のような店員はいないとイッチに話したとのこと。しかもおばさんはコンビニの店長は小池ではなく自分だとも言ったそうです。するとあるスレミンは、イッチが店員のおばさんに小池という名を尋ねたと思っているようで、小池はあだ名だから通じないとドヤ顔で諭します。また別のスレミンたちは、小池が自分は店長だと嘘を言っていたと決めつけ、さらに廃工場で亡くなった前のコンビニ店長も小池の父親でないかもしれないと言い出しました。ところがイッチは小池についておばさんに尋ねた際、ちゃんともじゃもじゃ頭のメガネの店員について聞いたと言います。しかもおばさん曰く、コンビニは夜の11時から朝7時まで閉めているとのこと。その話を聞いたスレミンたちも一致同様困惑している様子。そんなクエスチョンマークが飛び交うスレの中に、落ち着いて聞いてくれと唐突にマサコが現れます。そしてマサコは電話でコンビニの店長を名乗るおばさんに質問したらしく、その内容について語り始めました。何でも前のコンビニの店長はやはり強盗に襲われて亡くなったらしいのですが、それは若い男性であり、しかももじゃもじゃ頭でメガネをかけていたというのです。そしてまさこは、これは小池に似すぎていないかとスレミンたちに問いかけました。それを聞いたスレミンたちもマサコの言わんとしていることに気づき始めた様子。そして
イッチも半分パニック状態で、小池は幽霊なのかとスレに書き込みました。するとスレミンたちはまだ半信半疑のようですが、スレ内にはじわじわと恐怖が広がっていきます。そんな緊張が高まりつつあるスレに、雅子が、小池はいつも泥だらけで頭から血を流していたと爆弾を落とすようなことを言い始めました。それを聞いたスレミンたちは驚き、雅子になぜその場で言わなかったのかと問いましたが、雅子は武道の練習の怪我だと思っていたとのこと。そんな雅子にスレミンたちは、誰もが武道をやってるわけではないと突っ込みましたが、スレ内はますます恐怖に包まれていきます。そんな中、イッチは怪我とか泥とかは見えなかったと言うと、他にも何か言いかけましたが、突然イッチの書き込みが途絶えてしまいました。そんなイッチにスレミンたちは戸惑い、何かあったのかと尋ねます。するとイッチは、小池から LINE が来たと言い、スクショした画面を投稿したのですが、その写真には日本酒入荷しましたの吹き出しが大量に並んでいました。それを見たスレミンたちは絶叫し、イッチとスレミンたちを恐怖の底に叩き落とし、このスレは幕を閉じるのでした。新スポで動画を撮っている人は本当に生きている人なのでしょうか。次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説、そこに書かれていたのは完全犯罪を予言した殺害予告だった。